テッド・ジェンセンはアメリカ合衆国出身のマスタリングエンジニア。ニューヨークのスターリング・サウンド所属のチーフエンジニア。現在、業界中で最多のマスタリング要請がある。ハイラインとチェルシー・マーケット・ジェンセンの所属するスターリング・サウンドはニューヨーク市マンハッタン島内のチェルシー界隈に近接し、ハイライン沿いのチェルシー・マーケットを内包するブロックに位置する。 各エンジニア別の 5.1CH、サラウンドスタジオが3部屋あり、前線のスタジオには B&W 社製のノーチラス801が5本設置され、それぞれを4台のクラスオーディオ社製をメガモノ、パワーアンプで駆動している。ステレオマスタリングにおけるスターリングサウンドの特色としては、独自に開発したアナログマスタリングタクのほか、各スタジオに エンジニア別のカスタマイズが施してあり、アナログデジタルの各回路感、真空感と半導体のそれぞれのコンプレッサーと EQ 感、各種 A、D 変換感を自由に行き来し、聞き比べることができる。ジェンセンは第45回グラミー賞において、マスタリングエンジニアとしては、史上初の最優秀アルバム賞を受賞している。音圧高騰の変遷、ビートルズのサムシングを例に、 1983年以降リリースされた CD4 枚の波形比較。対 LP の CD 普及率が100%になって以来マスタリングにおけるダイナミックレンジは90年代を機に一気に犠牲の一途図をたどりその商業的大義名分を優先させるあまりマスタリング業界は音圧競争の第一線となってきた。2000年代に至ってはその傾向は さらに著しく広域難聴を訴える若者も急増し、相関性の審議が検討されている。そういった背景のもと、2008年9月、ジェンセンの手掛けたメタリカのアルバム、デスマグネティックの全楽曲が CD とギターヒーロー3の配信版とで相互に比較され、話題になった。さらに、メタリカファンの BBS にジェンセンからのコメントが掲載され、 CD 版のマスタリングに彼自身が満足のいくものではなかったことや何らかの形でこのボリューム事情に対抗する良作を祈願する旨が明らかになる。その後、1万3000人が同アルバムのリマスタリングを要請するオンラインペティションに署名を行った。ありがとうございます。